はい、皆さんこんにちは、ワナリングルフシです。ファミスタクライマックスドリームペナント6周目、プレイをしていきたいと思います。一応今回の6周目、一旦ですね、ファミスタクライマックスのドリームペナントの方は終了していきたいと思いますので、ぜひぜひ最後まで応援していただければ嬉しいなというふうに思います。では早速ですね、恒例のファミダスを引いていきましょう。で、一応ですね、今回からコンピューターの強さが強いになってますんで、今までよりかは苦戦するんじゃないかなと思っています。なので、まあ、ファミダスでね、しっかりいいものを引いていきましょう。小川か、先発でね、一人しっかり投げ切れる投手が入ってくると、もう盤石の布陣になってくるかなというところではあるんで、まあ、そのあたりはね、今後しっかり引いていきましょう。もしくは買っていきましょう。ちょっとキーは出なかったか、残念。まあ、とはいえですね、すでに戦力的にはかなり充実をしてきていますんで、まずは今回はスターティングラインナップ見直しから始めていきましょう。で、ポイントになってくるのが、あ、待ってくださいね。前回さ、確かファミダスポイントを大量にもらった記憶があるんで、ちょっと今回最終週ということもあるんで、ファミダスをちょっと分回していきましょうか。50-50ぐらい回していきましょう。初回ですしね、6週目の。もう野手の方はほぼほぼ先発というかね、オーダーは確定かなというところではあるんで、やっぱりここの6周目に入ってきても金色は金色でレアリティが高いんでしょうね。なかなかそう簡単には金色カードがね、ババーンと出てくる感じでもないですが、岩貞か。野村。エース級が一人出てきてくれるとね、非常に助かるんですけどね。じゃあ、あと20連回していきましょう。というかもう野手の方もね、まあ、色に越したことはないというところもありますからね。宮西は2枚目だったかな、金色ね。マーティンか。マーティンはどうだ、抑えとして使っていければ結構強力になるんじゃないかな。じゃあ最後50連目ですね。野村が2枚目、まあ、この野村はね、青の野村でしたけどね、金色の野村も2枚目が出ましたね。田島か。というところになります。じゃあ野手の方も引いていきましょう。あと40回ですね。まあ、前回ね、ピンポイントで欲しかった二塁手で、まあ、多分ね、一番当たり二塁手の一人と言ってもいい菊池を引きましたからね。まあ、ヤクルトの山田が出てくれるのが一番嬉しいんですけどね。ただ菊池でも十分強いですからね。その菊池を引いたっていうのはレアード。まあ、レアードを入れるところがあるかって話だよな。まあ、畠山を今4番起用してますからね。
畠山のところに、まあ、前回引いたバレンティンとかね、このレアードとかを入れるっていう選択肢ももちろんあるかなとは思うんですけどね。ちょっとそれはこの後の戦力を見て決めていきましょう。で、今一番角中っていうのがいいのかっていうのもね、ちょっとありますからね。じゃあ、あと20連ですね。40連目回していきます。田島何枚目だろうな。1枚目ってことはなかったかなって気がするんですけどね。いや、田島。あ、岡島だ、岡島。おー、イーグルスの岡島の金が来たか。おー、内川来たね、内川。ただ、内川も入れるところないなー。で、川端ですね。さあ、ではこれでスターティングをもう一度見直していきましょう。野手のところは畠山のところにレアードかバレンティンを入れるかどうかというところが、まあ、唯一ちょっと検討していきたい項目になるかなと思います。で、打順の入れ替えもまあちょっとね、1番角中の足を考えると柳田あたりに変えてもいいかなという気もするんですけど、今のスターティングラインナップが1番角中、2番が菊池、3番糸井、4番畠山なんですけど、まずちょっとスキルをね、全外ししていきましょう。本当はスキルもちろんちゃんと入れてあげたいんですけど、スキルを入れていると、きっと、PP ポイントが足りなくなると思う。1人分ぐらいは、いや2人分ぐらいもしかしたら節約できるかもしれないので、一旦外して、で最後 PP が余ったところにね、ちょっとずつ入れていくっていう感じにしたいなと思ってます。じゃあまずは野手を先に入れていきましょうか。角中のところに誰か入れられるかって話だよね。そう考えると、まず外野手でバレンティン欲しいけどな。ただバレンティン入れると、いやー難しいね。で、三塁にレアードか。三塁レアードってありだな。今三塁倉本が守ってるけど、レアードに変えましょう、思い切ってね。で、筒香のところにこれホームラン打てるバレンティン入れましょうね。で、もう一人ぐらい欲しいですよね、やっぱり。代打要員。T 岡田。T 岡田か。T 岡田だったら内川とかの方がいいかなっていう気もするし。まあ、あとはどうだ、銀次とか入れてもいいしね。足立岡島。もう一度見直していくと、どうだ、内川が無難かな。で、控えの投手の方見ていきましょう。まずは先発からですね。先発が4人は欲しいんで、まずは大谷。これ確定でしょ。で、あとは、先発で言うと、内海はちょっと厳しいかな。
そうすると、まあ、西。あとは、そうだな、先発で言うと、武田か、武田だったら、岩貞、野村、この辺りも捨てがたいですよね。となると、先発もう1本は岸にしましょう、ここは。で、リリーフ陣としては、抑えでマーティン。で、あとリリーフもう1人ぐらい誰か突っ込みたいんで、そうだな、田島。田島を入れましょう。これで完全に溢れちゃってる状態なので、控え野手から内海を外しますか。これでぴったりって感じかな。で、まあ糸井あたりに、そうだな、チャンスとかつけますか。で、あとは畠山に固め打ちとかを、まあ、固め打ちって言ってもな、そんなに打席回ってこないからな。じゃあ、プライドを入れておきましょう。これでいいかな。じゃあ、これでいきましょう。今季のスターティングラインナップ。1番角中、2番菊池、3番糸井、4番畠山、5番柳田。で、6番坂本、7番にレアード、8番森、9番ピッチャーという布陣ですね。代打は2人しか入れられてません。福留とバレンティン。で、投手の方なんですが、先発4人。バンデンハークに大谷、西岸。この4人。で、抑えのマーティンに、リリーフで田島という布陣でいきましょう。じゃあ、ちょっと前置きが長くなりましたが、ドリームペナント6周目。開幕していきます。まあ、最初話したようにね、今回からコンピューターの強さが強いになってるんで、それが戦局にどう影響してくるかですね。まあ、さすがに相手も金色カードで固めてきてますね。菊池もね、金だし、丸も金だし、これは入るかな？持ってかれましたね。で、新井か。これも入るぞ。大丈夫か。いやー、さすがにという感じだな。まともにぶつかってると、これは確かに点取られますね。ちょっと注意していかないといけない。エルドレッドとかもいるしね、普通に。いやー、3点献上したか。久しぶりだな、このペナントの中で、こんだけ失点を食らっていくっていうのも。なあ、しまった。守備の乱れだな。ちょっと不甲斐ないプレーをしてしまいましたね。さあ、いきなり4点献上しちゃいましたんでね、しっかり取り返していきましょう。あいつの先発は野村。しっかり入れてくるな。最後は落ちるボール。口の当たりは、打った瞬間はね、結構いい当たりでしたけどね、エルドレッドの守備範囲でしたね。さあ、ここのところずっと頼りになる男と呼んでますけど、糸井です。
カウント2エンド2からうまいね。この流し打ちはうまいですね。でこの後は4番畠山へとつながっていきます。これは落ちるね。よしよしよし。これはさすがに二塁までいけるでしょう。畠山の足でもダメか。開幕戦はね取りたいんで、なんとか巻き返しを図っていきたいんですが、パンテンハグが若干へばってきてるな。うまいですね菊池。よし、これでバンデンハークはこの回までかなというところですね。よし、柳田もうまいバッティング。1番というか先頭打者がね、その回の先頭打者が出てくれると、まあ、得点できる可能性っていうのは一気に上がってくるんで、まずはこの回同点。よしよし、坂本なしなら二塁はいけるでしょう。でレアードですね。レアードはこのチームに加入して最初の打席になるんでね、幸先よくヒットでスタートを切ってほしいけど、カウントは2エンド2。どうだ、抜けていくね。ちょっと坂本なしでも帰ってこれないかなというあたりでした。これはサークルチェンジが外れて2ボール。これは見逃せばボールになる落ちるボールですね。さあ追い込まれて2エンド2から、最後は落ちるボールに空振り三振で、バンテンハークのところには代打を送っていきましょう。バレンティンを送りましょう。どうだ、このバレンティンのあたりは犠牲フライにはなるね。これはセカンドじゃないショートが追いついてスリーアウト。1点差ですね。この1点差をね絶対に守りきったまま最終回に入っていきたいんで、いきなり丸にツーベースを打たれてしまいましたけど、マーティンがしっかり抑えてくれればまだまだ勝機はありますね。丸が走ってくるか、結構無謀な走塁だなこれは。でこの後にねホームランを打たれたりすると元も子もないんで、ちょっと今のは守備的にまずかったのかな。これはパスボール。これでローセスしてワンアウト三塁か。よし、ここは空振り三振ですね。犠牲フライでもね点が入ってしまうという場面にしてしまったのはあまりいい状況ではなかったんですが、まあ、エルドレッドを歩かせましょう。で阿部勝負。よし、最終回は菊池からの打席になりますね。これはただセンター正面、強振が2回できるんで、まずは糸井で1回使いましたね。これでワンアウトランナー一塁、4番畠山、ピッチャーは長崎に変わるけど、ここで1回残っていた強振を使っちゃいましたね。
これはどうだ、超えてけ。今ので強振使えてればね、入ったかな、サヨナラホームランだったかなっていうね、大飛球になりましたけど、まあ、ただまだまだ柳田坂本と続いていくんで、よし、まずは同点ですね。でここで畠山が足が遅すぎるんだよな。開幕戦はどうしても取りたいんで、ただ2球で追い込まれてしまった。よし、これは帰ってこれるでしょう、畠山の足でも。いやー、さすがに強いになってるとなかなか痺れる試合になりましたけど、まあ、まずは取りましたね。でこの後は2回戦目3回戦目と進んでいきます。まあ、開幕戦取ったら2戦目3戦目も取って3立て決めてスタートダッシュを決めていきたいですけどね。今日の先発は大谷翔平。まあ、大谷なんで速球で押しつつ緩急で仕留めていく、ピッチングになるかなとは思います。菊池にはツーベース。これは追いつくかな、追いつくね。よし、糸井で追いつけなかったらまあもうしょうがないですからね。4番、新井。新井もね、阪神からまた広島に戻ってなんかさらに成長した感じしますよね。なんか上からな言い方になってますけど、本当に角中のあたりはセンターフライですね。ちょっと上がりすぎたかな。こうやって見ると本当に広島も戦力充実してる。菊池はまた守備がね、もう S でしたからね。今ちらっと見ましたけど、さあ2アウトながらランナー3塁で4番畠山。どうだ、これはただちょっとポッピーなフライですね。イージーフライになっちゃいましたね。1回の表裏の攻防終わって0対0。糸井落下点に入ってワンアウト。でこっからエルドレッドとかに一発をねポーンと打たれちゃう可能性あるんで、ちょっとここはしっかり警戒していきましょう。エルドレッドは だったらまあいいでしょう。 この程度で進めばかすっただけで持ってかれますからね。エルドレッドになってくるとどちらかというとここから阿部とかをね、抜かれちゃったか、ちょっと迷いが出たな守備に。当たりとしては完全に打ち取った当たりなんで、まあ僕の操作ミスですけどね。まあ、1点差でなんとか終えていきたいけど、ここもちょっと三塁とショートの守備の連携の悪さが出ちゃいましたね。一塁はセーフ。今のでねゲッツーとか取れてくるとかなり楽になるんですが、まあそうはさすがにいかないか。前進したけど取れなかったか。2点目堅調。3点目はどうかな、大丈夫かな。
いやー、2点取られちゃいましたねー。まずは1点ずつ返していきましょう。まあ、強振もまだ7回振れるんで、思い切って強振でいきましょう。抜けないか。1塁もタイミング的には際どいけど、アウト。落ちるボールですね。フォークボールだ、決め球が。これもね、当たりは悪くないんですけど、菊池の正面。まあ、菊池の正面行ったらアウトになりますよね。さあ、レアードです。レアードの当たりはファールボール。レアードなしだと二塁はちょっと難しいかなというところですね。これはライト鈴木の守備範囲。じゃあ、大谷の3回ですね。まあ、大谷は投げられるとこまで投げてもらいましょう。もう完全にへばりきってますけど。これは切れてきます。まあ、当たりは十分ですけどね。さあ、そしたら、まあ、大谷はここまでかな。じゃあ、田島を送っていきましょう。追加点。3点目が入ります。さすがに強いっていう感じなのかな、これはコンピューターも。まあね、守備的にどうかというのはもちろんあると思うんですが、この辺りの見極めもね、エルドレッドは振らないな、なかなかボールを。さあ、3点を追いかける3回の裏、最終回の攻撃になります。じゃあ、田島からなんで、田島のところには代打を送っていきましょう。本当はね、このまま大谷に入ってほしかったんですけどね。バレンティンは初球を打ってファーストフライ。これもセンター丸が落下点に入ります。まずいな、なんかあっさり負けそうだな。なんとかね、一矢報いたい場面ですけど。2番菊池はツーベースヒットで頼りになる男。糸井。一矢報いたいな。最後の強振使っちゃった。やられたな。ただここは抜けていくぞ。で、菊池の足なら帰ってこれるでしょう。まずは1点返しましたね。で、畠山。抜ける。抜けないかー。いやー、今の抜けてたらね、ちょっと展開としてはどうだっていう、熱い展開になってたかなというところなんですが。さあ、では、1勝1敗で、開幕カード、第3戦目。まずはここは確実に勝ち越ししておきたいんで、まあ、守備で特にヘマがないようにね、しっかりやっていきましょうか。今日の先発は、まあ、西か岸かどっちかだとは思うんですけどね。順番で言うと西なのかな。そうですね。いきなり田中がセーフティーバント。
2番菊池の場面ですね。ここは菊池は落ちるボールは見極めてきます。そして3番の丸、丸はパワーが S になってるな。ライト前にクリーンヒットで4番荒井、ここは確実に刺したい。どうだ、よし。決め球剛速球の先発が岡田、これは落ちるね。よし、角中の足でも二塁は余裕でセーフでしょう。三塁はちょっと無理かな。で菊池のとこですが、ここはバントを決めていきましょう。で頼りになる男糸井、剛速球164キロ出るな。よし、先制タイムリーですね。これは当たりはいいけど、よし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 。あそこで丸がダイビングキャッチとか決められるとね、また雲行きが一気に怪しくなってくるんですが、ここで追加点を取れればもう流れは一気にこっちに傾く。ここはもう強振でいきましょう。どうだ、これで強振を使い切ったのでレアードからはミート落ち、落ちるか、落ちないね。さあ1回の表裏の攻防終わって、まずは3点リードでという話をしようと思った矢先に打たれちゃいましたね、新井に。さらに鈴木にツーベス。ちょっとこれはまた流れが変わりそうな気配があるんで、決め球を駆使して、一セーフか。厳しいね。一塁はセーフですね。今のでゲッツーが取れると楽なんだけどな。阿部の足の方が速かった。これは切れてきまーす。よし、今のボールを見逃してくれるとありがたい。今のは菊池のスーパープレーだな。抜けてたらね、確実に1点って場面でしたからね。あとはこの岡田をね、確実に仕留めること。ここは走らせてもいいでしょう。なあ、抜けるか。いやー、抜けるか。今のはなー、菊池が切り替わっちゃったのが痛いですね、操作がね。まあ、ただまだ1点リードしてますからね。この1点のリードを守るんじゃなくて、さらに点を取りに行きましょうというところで、しっかり森が打ってくれたな。そしてバレンティンにしましょう、代打で。よし、抜けるね。ちょっとバレンティンの足だと二塁は難しいかな。いや、いけるね。これもヒットになります。タイムリーになりますね。角中のタイムリーツーベース。まあ、もしかしたら角中のところに内川っていう選択肢もありだよな。ちょっとその選択肢考えてみますか。内川って確か外野も守れますよね。角中、まあちょっとね、千葉県人としては
ロッテの選手1人ぐらい入れたいっていう思いもあるんですけど、よし、畠山の強振じゃないホームラン。そうしましょうか、内川をちょっと1番に起用してみますか。1回ね、角中の代わりに。ちょっとその布陣を検討してみましょう。次、さあ、では3回の表、ここは抑えマーティンを投入します。最後は剛速球で丸を空振り三振。ナイスだな、菊池は安定感がある。というわけで開幕カード、カープとの3連戦は2勝1敗で勝ち越し決められました。よかった。さあ、そしたらちょっと早速なんですけど、先ほど言っていた内川誠一が外野サブポジでついていれば、ちょっと外野の守備に不安が出てくるものの、角中自身そんなに守備に期待もしていないというところもあるので、内川にちょっと変えるっていう選択肢を見ていきましょうか。で、その前にキャンプが来ているので、キャンプをサクッとこなしていきましょう。終わっちゃいましたね。何も得ないまま終わったの。選手カード2枚、このカードが吉田と、しかも FP は60だけか。あまり意味がなかったな、このキャンプに関しては。さあ、ではベイスターズの、3連戦ですね、次回お届けをしていきたいと思います。というわけで、今回はまずはコンピューターを強いにしたドリームペナント6周目、お届けしました。引き続き次回も応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。